このラジオはポッドキャストでアップロードしているものを YouTube の方に転用したものになります。パーソナリティがにわか知識で語っているため、役者さんの名前や設定を間違ったまま語っていることも多々ありますが、広い心で許していただけると幸いです。それではどうぞ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスキ団電磁気役部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第136回目になります。イエーイ。しょっぱなから噛んでしまったな。はい、ということでね、パーソナリティは私電磁気役になります。イエーイ。ということでね、このラジオは二次元の面白さを語り合い知っていくをテーマにね、パーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合って、また新たな視点を持ってもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオになっております。はい。でね、このラジオ、私パーソナリティ電磁気役と他にお二人、スワローセブンさんと天台さんとでやっているラジオ番組になっております。はい。ね、今後ともよろしくお願いします。なんでそんな挨拶してるかって関係ないですけども、今週はですね、先週に引き続きまして旭川の話をしようかなと思っております。行ってまいりました。ラブライブサンシャインファンミーティング、旭川公演ということで、そちらの1日目を参加してきましたので、そちらの感想を、お届けしようかなと思っております。本当はね、土曜日に行って、月曜ぐらいに帰ってきて、で、余裕があればね、火曜か水曜に上げて、で、今週末は別のネタやろうかなとか思ってたんですけど、何ですかね、ちょっと時間がなかったということで、そちらのね、感想をお送りしたいなと思っております。はい、ということでね、実は、このファンミーティング、先週も言ったっけ、天台さんと行ってまいりました。でね、2人でね、なんやかんやと、感想を語っているラジオをね、旭川の飲み屋で撮ったので、そちらで聞いていただこうかなと思うんですけれども、いかんせんね、iPhone で撮ったので、なんていうんですかね、いろんな他の周りの声が入ってます。あまり気にされないようにお願いします。あと、飲み食いしながら喋ってるんで、若干のね、ビールの音だとか、食ってる音が入ってるんですけども、お耳汚しにはなってしまいますけれども、ご了承いただければなと思っております。はい。そんなとこかな。はい、ということでね、ちょっと若干ね、うちでも近くにね、ラブライバーしかいなかったんですけど、店の中近くにね、なかなかね、元気な若者がいたのでねその声は多く入ってますけれども、温かい心で聞いていただければなと思っています。それではどうぞ。多分大丈夫。はい。じゃあ、お疲れ様です。いや、お疲れ様です。いやー、しかし旭川の寒い空気の寒い、いきなり市民文化会館や。文化会館我々の周りラブライバーしかいません。はい。ここはですね、魚バカと書いてた。魚バカって書いてた。シュダックスの1階にある飲み屋です。結構なんか旭川の美味しそうなメニューがいっぱいあっていいですよ。片っ端から頼んでしまいました。フグ取れるんですね。北海道って。知らなかった。我々としてはなんかフグっていうと下関ぐらいのイメージしかないんですよね。関西人はそうですよね。関西人はそう。フグっていうと下関っていう。マジそう思ってる。フグ好きよ、関西人って。他で取れんねえやってもしゃべらなかったです。うん。あ、美味しい。骨もよう。じゃあ、やばい。いやー、朝日から一日目良かったですね。うん。何よりもアイネが民謡をやったのはすごかったですね。はい、マジか。これはね、後世に語り継がれると思う。いや、あれは本当に、あれは円盤にならないんですけど。そうそう、北海道内大会でチャンピオンになった時の曲を、トカチなんとか馬追いか、トカチ馬追いを民謡の先生の尺八伴奏とともに。いや、あれはね、エモかったな。
ね、あのお世話になった先生の音を聞きながらアイニャがそれに合わせて歌って、また先生もそれに合わせるっていう、あの微妙な音の合わせ加減のエモさ、あれはこれはエモいなと思いながら、で尺八をちゃんとあんな真剣に聞いたの初めてです私。で私も吹奏楽器やってたんで結構音が、あの吹いてる音の半分、あのレベルの人の半分ぐらい息になるんだって、ショック、結構びっくりしました、ね、なるほど。ファースト行ってない人がやっぱり、ね、あの始めたばっかって、あの吹いてる音の8割は音にならないですよ、息が、なるほど、ね、スコースコーって言っちゃうんですよね。いやでも尺八ってあれぐらいやっぱまず効率悪いのかな。あれもさ、ポンポン鳴らすというよりはあの息も含めて、そうそう、息も含めて音を聞かせようないかという、そうですね、それもある、それもありますね。プロのあれやな、5割息や、5割息、いやあれはエモかったな。いいですよ、すごくいいですよ。今日しかしないみたいなこと言い出して、って思って、マジで先生もう来れないのみたいな、まあ、おそらく先生もね札幌の方でしょうか。多分千歳って千歳市長って言ってたから、はいはい、札幌の南側なんだよね、千歳って。なかなかなか落とし回りって言ってたっけ。まあ顎足枕を考えるんだけど、と思うわ。先生も結構忙しいかもしれない。タコうまい。あ、忙しいかもしれない今の時期だと。タコうまいね、やっぱり。タコうまい。だってそれうまいと思ってるの。キャンプ否定してるから。茹でてないな。やっぱ、そんなことない。アイニャうまかった。まだまだ。歌上手の牛キスの中でやっぱアイニャの。うん。アイニャの民謡からな。すごい。一緒にいる時間が長いとどっちだろうって話じゃない。そして生が早まって。いきなりみんな感動していた。いやあれは素晴らしかったです。日本語通りにさ。あれだけでも全然来た価値があったって感じ。もう二度とやんねえじゃねえかぐらいの感じですかね。ちゃんと俺そう。これを聞いてる皆さん、悔しがってください。残念でした。やっぱり先生清掃でしたよね、あれちゃんと。そう、和服着て、あれ袴っていうんですか、和服っていうのか、袴、袴さあ、リモートさあ、で連覇してさ、東京ドームにさ、かっこいいやん。終わった時ちょっと緊張してる。緊張してる。あんな歓声浴びないですもん。そうそう。一瞬カトタツって言いそうなったから危なかった。いやあれは素晴らしかったですね。であのそのアイニャが何だっけ、あの民謡をやりますって言って、でもあの高校生の時に東京に出てきたから、それからなんかあまり合わせてないみたいな感じでちょっと自信がないって言ってたけど、アイニャ探す探す高校なんてさ、ついさっきじゃんとか言い出して、やめろやめろみたいな。そうそう、リアル時の話をするんじゃない。アイニャさんから見るアイニャのあの数年間と、アイニャから見る数年間のこの相対性理論の違い。ちょっと倍ぐらいちゃうかな。下手こと3倍ちゃうかな。いやー一瞬笑ってしまったね、あれはね。一瞬じゃねえか。ということで、いきなりエモい始まり方をした。素晴らしかったですね。なんぼぐらいだろ、仲良くはないし。いやあとはあのファンミーティングいつも通りトークパートでね、一人で飲んでる時これと一杯だけ飲めない。皆さんがメールを読んでいたとか、結構メール、まああれはね、みんな紹介することに関わらず、はーいって言って、はーいって、あれがいいですね、あれが好き、あれ好き、すごく。私も出したけど採用されませんでした。あ、事前にメールを入れんの、あのファンクラブ会員のページあるんですか。あそこから応募ページがあるんですよ。あ、なるほど。で、あの自分が参加するな、あの何日の午前午後とか選んで、で内容を選んで入れる。あ、なるほど。やっぱりな、やっぱり北海道民のね、お帰りっていうメールには勝てないよ。今日はやった。いやいや、なかなかみんなハートウォーミングな、うん、北海道いいとこでしょ。
アイニャ凱旋公演。本当凱旋でしたね。本当に凱旋あったね。いや、あのね、入る前からやばかったのが、千歳市長がアイニャさんに花輪を送ってました。フラスターフラスターの中に千歳市長めちゃくちゃいいよね。いやいや、なんかね、働きの横にすごいのいるんで、実は働きよりのフラスターよりちょっとでかかった。いやもうさ、それ語ってたら、みんな市長より大きくはできないですよ。ファンの人が送ってるフラスターは市長より大きかった。そうそうそう、最初始まりはあれ綺麗にね、あのフラスターもやったな。3セットあんねんけど、ギルキスの3種類の2ペアごとにそれぞれね、中の人とキャラが当たってて、だってあんちゃん思ってしさ、いや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 、あの顔、彼氏すぎる顔なんだよあれ。いや、分かるもん。でもああいうらしさいいよな。うん、我々の座席はね、前から14列目で、まあ舞台に向かって左側のブロックだったんですけど、ちょっとセンターから外れてたんですけど、なかなかいい席でしたね。よかった、本当によく見えた。よう見えた。いい鼻って、だいたいダンスの時の立ち位置が私たちの前のところにアイキャンが来るっていう。そう、最高。もうアイキャンがほんま楽しそうに踊る。アイニャあんま来なかったですね。アイニャもなんかずっとセンターですよ。バラける時は基本センターでっていう感じの、そうそうそう、運営の親心が見えました。なんてなりたいんですか。アイキャンにリキャコ1ぐらいの割合。そうですね、それですね。たまにリキャコ来るみたいな、うん、そうそう、なんかもう最近リキャコが来るたびに余ったなんかやらかすんじゃ心配で心配で。リキャコ来たらだって壊れやすきぐらいの時ですよ。うん、あ、せやせやせや、あとはほとんどアイキャンですよ。でもほんまね、トークパートとゲームパートがね、ゲームパートが楽しかった。結構ゲームパートがあって、ね、プレゼントがすごい量で13人で、そのうち2つがアベリアとシャロー、それぞれのサイン入り T シャツをそれぞれ1枚ずつ、うん、あとはね、ギルキスの T シャツとラブライブレードとワンショーかのなんか複数に、ダブライブレードとワンショーなんかね、それぞれなんか4つぐらいあったよね。4つぐらいあった、大盤振る舞いでしたね。うん、そうそう、ばらまいたなーっていうぐらい、結構なんかいっぱい出てきてたんで楽しかったよ。お祭り感ありましたね、すごい。あれだけ大盤振る舞いすると、みんなもう終わるだろうとか思ったら、あれまだあんのみたいな、まだあんのみたいな。今まで渡したのは全部ラブライブレードで、これが次からワンショーになりますから、どんだけ出しとんねんって思うんだけど。そうそう、ね、結構ユルキス3名のところにみんなちょっとっていうのところね、3入れてたり、あのワンショーは良かったね。ワンショーはちょっと欲しかったもうブレードとかあんなもらったら使えねえよみたいな、飾るしかない。そう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 、あ、俺でももしもらってたら次こっそり持ってきてる。いやもう戸棚になんか飾る剣のようにこうやって飾らないでこうやって飾る。刀展示モード、そうやってやらないといけない。いやまあ、あのトークパートで大体やらかしまくる相田さんが、もういつも通りやらかしまくる。相田さんひどかったっすね。なんかやらかすじゃん、やらかすじゃん。期待のやらかしょった。お願いします。ありがとうございます。食べてください。天地うとう役に答えてください。お願いします。かけちゃいます、ね、アイニャが民謡を歌った後からもう速攻やらかしましたもん。それまではなんか端っこによって正座して聞いてたのに、終わった後、いやいや大丈夫よかったよとか言いながら、机スタートの時に間違って音声出るボタンあるじゃないですか、あれを押してしまってブンブンでさとか言ってみんなざわつくざわつく会場みたいな撃沈するアイニャさんみたいな。第2高橋やってくれ、プンプンじゃないからプンプンじゃないから崩れ落ちる相田さんが。そうそう、うまい。
わざわざ来てもらったからいい席でよかったと思いながら。本当いい席だったね。雪じゃないこれ。ずっと愛嬌の笑顔を眺めてある席。そうなんや、生でキャストのあれもね、顔が見えるという。カメセルじゃねえかみたいな。白子の天ぷらうまー、白子の天ぷらうまいっす。いやーって北海道飯はうまいっす。だいたい全部クオリティが高いっていう。そうそう、間違えた。いやー、なんでしょうね、私ファンミこれしか当たってないんですけどね今年は飛ばしてんなみたいな感じがします。一月3回目のイベントは、いや行き過ぎ。まあそういう時あるって。まあそうですね、固まって。まあでも2月は何もないんで、もう2月はおとなしく粛々と年度末に向けて生きていこうかなと。よかったですね、虹ヶ崎も3月30日でしたっけ、ライブやるの。もう年度も終わってしまってると、もうここで慌ててるようじゃダメだというわけですから。あー当たるといいな、虹ヶ崎な。虹ヶ崎は見たいですね。ぜひ見たい。見たいです。みんな歌雑誌の人たちやで。いやー見事なんですよね。よう見つけてきたわと思います。ザンギです。そうそう、すごい量や。はい、ありがとうございます。頑張って食べてね。はい、大丈夫です。あどうぞ食べてください。うまいね、むちゃくちゃうまい。これ美味しいです。柔らかい。ザンギでっか。ザンギこれがあれですよ、さくらこさんでザンギザンギしたやつ。いや、まさかレモンをかけましたよ。もちろんでっかザンギ。あ、そうだから、あのファンミでよくあるあのあれですね、あのご当地ネタが なかなかの食べ物ネタでしたね。ちなみに住んでまリコちゃんにザンギを食わせようとして、ザンギって唐揚げでしょって書いてざわつく会場。そう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 、お前そういうかぞ言っていけないことを今言ったらみたいな。マリーとあのヨハネが北海道派でしたね。スープカレーで。はい、ありがとうございます。素晴らしい。カキクラシックもいっぱい。はい、2杯です。いやー、ザンギいただきます。食べよう食べよう。というかすごいねこれ。まあザンギとスープカレーと旭川ラーメン、なんかラーメン神社ラーメンなんだろうね。確かにね、スープカレーの有名どころがあったと思うんだよね。あ、そうなのか。前に来た時に、2年前に来た時に旭川で寄った記憶がある。それはなんか旭川のせいで。まあそういえばあれよな、登場がさ、はいはい、いきなりあの後ろから入ってくる。はいはい、後ろ入ってくるんです。うん、あのなんせ市民文化会館キャパ多分ね1200とかそのぐらいだと思う。あのキャパでこれペイできんのかなとか思いながら。結構ね、結構狭かったです。狭いというか、まあ、個人前としたというか、まあ、あの人口に合った箱だなっていう感じがしますね。これもね、例によってまた3人がね、それぞれあの後ろから現れて。そうですね、後ろから現れて、でみんながあの寄せ書きしたフラッグを、フラッグを愛には抱えて、我々も書きましたよ。いや、書けてよかった。私が来た時はもうほとんどだから目というところ下の方にちょっと変えたけど、いや絵がうまい人たちも多いし、私の時はいっぱいいっぱいしてるから、まあ、それを抱えてもあの上がってきてくれる感じで、あの私はあの今回のファミは初めてなんで、はい、去年のファミとはまだちょっと大きな違うのね。あ、ということで、まあ、良きライブでしたね。北海道で、ね、まあ、地元でやることの温かさがすごかったですね。うん、やっぱり歓迎しようっていうのと、
先生を呼んで来てもらってね、急遽来てもらって、でせっかくだから民謡を披露すると、私はこの北海道を制した歌を歌うと、そうですね、北海道を制した歌を歌って、いや、基本的にはあれやな、サンシャインはあの沼津土着やから、そうですね、だから北海道凱旋とかさ、ちょっとピンとこなかったけど、そうですね。そう、良かったです、ね、まあ札幌以上にやっぱりここには来てもらうのは大変でしょう。だって楽器持ってきてもらわなきゃいけないとかね、大変ですよ。そう、うん、多分電車で2時間ぐらいのはずだから、そうあの先生はね、先生もね、でもあの音して来てもらうのは大変でしょうからね。そんなわけねえだろ。でも堂々たる演奏でしたね。堂々たる演奏、このオタク1000人、1500人ぐらいのオタクにどうしない、堂々たる演奏、オタク1000人をうならせた、うならせたと、黙らせたと、うん、いやオタクども聞けと、これが民謡だと、そうそう、これが鈴木愛菜だというね。いやーでも鈴木愛菜フルパワーを見た感じだね。いやーよかったですね、あれよかったですね、鈴木愛菜の原点を見た感じがしますよ、ね、そう、あれがよかったですね、あそこからスタートしたんだなこの子はっていうのはすごく見えて、よかったですね、バックボーンが見えるのはよかったですね。素晴らしい、素晴らしいライブでした。はい、ということでね、まあ、なんていうんですかね、やっぱり鈴木愛菜さんのね、民謡が一番のサプライズで素晴らしかったかなっていう、まあ、その話に、終始した内容になってしまいましたけど、本当にそこは素晴らしかったですね。うん、やっぱりそこが一番特別感が強かったかなっていう印象です。そうですね、他の人のね、コメントとかね、行きたかったっていう人のコメントとかね、ツイッターとかで見ると、あれですね、他の二人、その、民謡やっている間、小林愛香さんと、相田理香子さんがどうしてたのっていうと、実は二人もずっと同じステージに立っておられて、で、真ん中、センターに、鈴木愛菜さんが立たれてて、で、観客席側のステージに向かって、右手側の袖の近くのところに、尺八の先生が立たれまして、ね、そちらの方でマイクを立って、で、その二人にピンスポットでライトが当たってる。で、他は全部照明が落ちてるので、その、客席からステージに向かって左側の方で少し、それセンターから3メーターぐらい離れたところで、愛希はもう私も聞きたいって言って、そこに座って聞いてました。で、相田さんも相田理香子さんも、もう同じようにその横に並んで、まあ、しゃがんでというか、まあ、正座して座って、聞いておられました。もうアイキャンがね、もう確実にもう勉強させてもらいます私みたいな感じの姿勢なんですよ。もうすぐに私も聞かせてもらうからって言って、すっともうすぐに横にはけて正座して、もう背筋ピシーって伸ばして聞いてるのね。いやーなんかね、あの姿勢がやっぱ違うよなっていう感じが、したのが、そうですね、飲み屋で言い忘れた私の感想ですね。はい、ということでね、旭川での、ライブ良かったですね。1日目弾いたのがね、とても良かったなと思っています。やっぱりね、札幌公演が2日間だったかな、で多分キャパ的に全部入らない、全員当たった人を、まず全員当たった人が入ると仮定すると確実に入らないので、多分そう思うんですけど、一人文化ホールがどれぐらいか私知らないので、まあそのね、1日目だけで、まあ元々予定していた2日間のスケジュールというか、まあ内容にプラスした1日が、特別な1日が初日だったのかなっていう内容でした。まあ次の日はね、普通に鈴木愛菜さんが、まあ北海道のね話がいくつか出てくるんですよ。で、まあ愛菜って旭川行ったことあんのみたいな話とかあったりとか、で、まあ旭川動物園、旭川じゃない、旭山動物園が有名かなとか言って、でもあそこペンギン歩くやつと、まああとは有名なもぐもぐタイムぐらいだよ見れるのみたいな話だったんですけど、次の日私、まあもともと旭山動物園行きたくて、行ったんですけども、全然一日使えましたね。もう全然すごく見せ方が上手くて、旭山動物園、いやいやいや、で他にも昨日いたラブライバーさんとかが何人かちらほらいて見てたんですけど、他の人も愛に他に見るもんねって言うけど、いっぱいあんじゃねえかとか言って見るものしかねえじゃねえかみたいな感じで、ずっとみんなで、ね、カシャ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 携帯で、私もねカメラ持ってっていっぱい撮りました。いやー旭山動物園素晴らしかったんで、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。そうですね、あとはラーメンをね、ツイッターの方に、推薦していただいて、
食べたりだとか。で、まあね、まあ結構ね、あの、有名なお店を何軒か紹介していただいて、で、やっぱりね、あの、東京とかでもお店がある担当家さんとかもすごい行列で行ったら、で、いくつかあって、で、その中のうちの一つのね、お店が行ったら、そんなに、混んでなかったので、で、そちらで食べたら、めっちゃうまいやんとか思って食うとって、で、さっきのね、飲み屋の収録した後でツイッター見てると、ね、相田さんのツイートで、ラーメン食ってる写真があって、お、同じ店やんけとか思って。いや、ほんと1日目の、そのツイートが出る前に食ってよかったなっていう感じで。まあ、やっぱり案の定ね、次の日ラブライバーが、押しかけて、あっという間に売り切れに追い込んだそうですけれども。いや、危なかった。ほんと危なかった。うん、ということでね、雪の中は行きましたけれども、我々ラブライバー、今回はね、運が良かったことに、旭川、マイナス20度とか予報が出てましたけれども、我々が行った2日間はすごくね、天気も良くて、雪は一切降らな、ほとんど降らなかったのかな。降らず、結構ね、気温も高くて、まあ、マイナスなんですけど、氷点下なんですけども、まあ、それでもまあ、その20度に比べれば、過ごしやすかったのかなと。道外から来る人もそこまでやられない気温で、過ごしやすい北海道を味わえたのかなと思います。旭山動物園寒いから気をつけて、行ったらマイナス9度とか10度で、もう持っていたカイロ使わなくていいやと思ったけど、旭山動物園だバカみたいに使ったからはい、ということで、今回私もね、初北海道ということで結構テンション上がってとても楽しかったですね。いいとこでした。北海道食べ物が美味しいはい、ということで、話がそれましたけどね、ラブライブファンミーティング旭川、1日目の感想になります。もうね、我々が言えることは、民謡聞いたぞ、羨ましいだろう、イエイですねはい、それでは今週はちょっと長くなりましたけれども、聞いていただきありがとうございます。それではまた来週。パーソナリティは私、電磁気役でした。